生まれはロシア、舞台は東京、ヒロシキーズです。とバスマリアランドのマリアです。皆さんこんにちは。念願のコラボ、ね、まだね、マリアランドさんがおならをしてた時代からおかしい。やだやめて。ブーターズガール、あの街中に出て、ほんでなんかこうおならふってやって、そう、ほんで途中でやめたでしょ。ちょっと待ってください、違うまでになってヒロシキーズの裏切り。さっきの打ち合わせと全く違う話から始めてみました。ヒロシキーズってやっぱり中身はどうなのかわかんないよね。もうね、クズだよ。いたばかりやのな、クズの関西人が喋ってるだけよ。それで銭になればええと思ってお金を稼ごうと思ってます。やめろや。ロシア人 YouTuber として活動をしておりましてね、今こうした今に至るっていう状況になってるわけですけども、ここでね、今日はなんとこれまでに見かけた変な性癖を持つ男について語ろう。やっぱりヒロシキーズ。やっぱさ、日本の人って昼は真面目やん、しっかり働いていろんなストレスを我慢して、なのに夜になるとクソ変態が多いでしょ。だって昼真面目、夜変態ってなんか誇りの匂いがする。そうだよ、あなたの動画が80万回続いてこっちもね、本人も職にしてパクってやろう。そう、今ここで目の前でそれを。ただ昼真面目、夜変態っていう動画は基本的に昼の部位が長かったと。ちょっとヒロシキーズとしては昼の話はどうだっていいの、夜の話も。夜のが楽しいでしょ、だって生きてて。まあね、ほらね、よろしくお願いいたします。最後までよろしくお願いします。日本の男性とはこれまでいろいろお付き合いしてきた。できましたよ。まあね、どうやった、変態やったよ。それは条件じゃない。条件、状況による。あ、状況、どうやった、一番変態のエピソード教えてほしい。この男は変態やった、私はぶったまげたわ。おったまげ、たまに毛が生えてるわけちゃうけど。俺が経験したのは指かぎ男。指かぎ男、うちに呼んだわけ。うちに来てもらって、まあ要はすっげしたかった。まずな、その男が入ってきた時、靴脱ぐやんか、玄関で脱いで、その靴を置いて、自分の靴や、自分自身の靴やで、ね、そいつの置いたその靴を、ほんでこれをこうして振り向き際にやってた。見間違ったかなと思って、まあ、なるよね。ふとした仕草の時に身とかこう触るやん。でその時もいやー一緒に映画みたいな。ほんで腕組んで、で自分の肩のこの辺とかこうってやって、でふと。で、それもやってるのを見て、俺はゾッとしたんやけども、その後でトイレ行くって言って、で出てきた、終わって。なんか知らんけど、トイレから出てきる時も、何を変えてた？俺の家のトイレの隣、洗濯機置いてあるから、うん、俺の洗濯物見ないと思う。洗濯物を変えてたの？変態だなと思って。で、書き方よ。で、最終的に一番驚いたのは、の最中です。私の股間を触ってシコシコしてくれたの、手で。手を離すやろ、嘘やろ、嘘やろ。すごい変態だった。でもなんかいい思い出になったな。そうこいつね、細かい。どう、そんなんある？なんか自分の洋服描く人がいた。え、どういうこと？普通の人だけど潔癖症の部分があって、洋服脱ぐ時にこうやって自分自身のやつを描くんです。そう、自分自身。それは多分汗かき具合確認してた。あー、なるほどね。そんな優しいの、めっちゃ守ってくれてるやん。そんなんもうフェチっていうかな。じゃあそのなんか最中にここがちょっとなんか、この辺り回転した。でもエッチやんな、これ。それさ、マリアが満足した話や。そうや。あんまり関係続かなかった理由の一つとして、うんうん、ある人と付き合い始めて、めっちゃくちゃ長すぎて、もうやめてくれ。もうええわってなったんや。気持ちいいじゃなくて、前月やっぱり温めるためのものだから、最初のね、途中で鼻ぬるくなってしまって、もう冷めてきたのね、だんだん。いや、もうやめてくれない、もう眠いから、それはその人のスタイルだったから、うまくいかないなと思って、それで別れた。マグロになったらええやん、こうやってマグロになって、はい、どうぞ。でもさ、やっぱりそれ言えなかった。真面目に付き合ってなければ気になることなかなか言えないんじゃないですか。うんうんうん。どんなことやってほしかったの？本当は前儀の代わりに何をしてほしかったの？うんうんってスタートに始めるよなよみたいな。始めるって何？え、なんてことだ。それもあんたもうあの変なやつだわ。そういうやつもいるやん。おっ始まったらよくって。毒が気持ちいい。ずっと耳元で言うやつな。でもな、それな、好き。好きなんだよ、お前は。これはある。私もこうやってお願いしたことある。ちなみちでなんか喋ってみたいな。ロシア語だとなんていうの、行くって。ロシア語って行くって言う？ロシア語で行ったことないし。あ、カンチャイヨでしょ。カンチャイヨ終わる、カンチャイヨ、カンチャイヨ終わる。今後なんか行くの代わりカンチャイヨ言ってください。日本人と、
エッチしてる時、普段にエッチのマークって普通に言葉に出したよな今。私はねポルトガル語、英語、ロシア語、日本語できるのでいつも今日はどちらのコースで行きますかって国籍通常よりも高い料金で希望したよな、そんなポルトガル語って言われたらよし今日はじゃあポルトガル語で行くわよって。日本の女の子も割とさ変態多い気がする。首絞めてとか、ああ眼球撫でてとか。眼球え、やだ。あ、俺のフェチ気づいた。明るいとこでやるフェチ。長い付き合いだったらちょっとお互い飽きてしまうっていうか、カツラかぶってコスプレしてこれは私じゃない、自分も変身してるから普段の自分やったら恥ずかしくてできひんことも他の人になった気分でできちゃうっていうの。乳首のなんかもうヤバい人がいる。どんな風に？乳首をとにかくずっと舐めたり触ったり、もう胸胸胸胸。それはアリちゃんの乳首をずっとやりまくる。もうずっと乳をもむなの、もうなんか赤ちゃんのコンプレックス。でもすごい嫌だった、前戯かなんかで。とにかくずっと乳なの、もういい加減にしろってめこの野郎っていう風になるもん。男側が乳首をいじってほしい、舐めてほしい。じゃ逆に舐めてほしかったから。だからそれの見分け方があって、その男の乳首の毛が生えてた場合にこの方向に渦をもし巻いてたら、普段からするときにこうやっていじりまくってる証拠や。毛が生えてないときもあんねん。そしたら一回いじってみましょう。あって言ったら好きなタイプ。それでもう父がトラウマになってもう嫌だ。聞いた方が早い。やっぱそこはさ、期間と一心連心で見つけていくっていう。もう一人おった。言い過ぎだなお前。ほくろ数えまん。なんだよそれ。全身のほくろを数えてみたい。今それで数えていくねんけど、自分も知らんとこにほくろがあったりさ、ここにもほくろあるんやみたいな。で最後背中の方行って、これはほくろかって言われて、で俺鏡でちょっと見てみたいな。それはニキビだっつって。そうしたらなくなるやんそれで。最後に顔のとこに来てキスするんかなって思ったら、鼻舐めていいって言われて鼻を舐められたっていう。それってさ、おっきいと間違えたとか、そういうこと。鼻はもう突っ込んでやろうか。ロシアはどう？ロシアの男とそういう関係はあまりない。そっかそっか。え、聞かないでもあんまり。まず前戯自体はロシアの男性からしたら必要のない部分。外国それ聞くよね。前戯がこうやっぱないから、エッチに対してのトラウマが多い女性がいたりするとかっていうのも聞くよね。受け入れる体制じゃないのにすぐバーって来られてちょっと痛いなとか。全然何も確かめない。自分が先に、まあ、終われば、アホぐらいはお互い気持ちよくて行って、それはまあエッチの終わりなんだけど、ロシアの場合みんなじゃないけど男が行ったらこれはエッチの終わり。結構じゃあもう自己中心的な。でもね、俺は女性っていうのと経験がないからよく分からへんねんけど、女の人の行くっていうのはあんまり本来行くものじゃないって聞いたことあるんだけど、毎回行くものなの？いやそれ毎回行くものなんだけど、そこまでしてくれる人がいないから、なんでかちょっとめんどくさいね。女性を行かせるためのなんか技が必要だったり、なんかどんな風にしたいの、努力だったり、その体勢、ここに向かってやるとか、女性によってなんかちょっと変わるんだって。今一つの思い出したんですけど、セックス・イン・ザ・シティというドラマ、セックス・イン・ザ・シティ大好き。靴フェッチの人がいて、靴をね履かせる時がポンっていう、うん、これが足だったら入れてください、お靴をおみたいな。違う違う、そんな感じしない。足をやってるだけで彼が靴を履かせる時がなんか快感みたいな。でもな、一つだけ恐ろしいな考え方があって、きっと違うけどこういう説も一つあって、人間ってだいたい 15-8% 原始時代の頃から頭を殴られて死んだよね、誰か他人に。人間の一番の過去の死因って病気とか飢えとかじゃなくて人に殺されること。どうしても人っていうのは社会作るのにあたって普通ではないこう問題を起こす個体をどんどん殺すっていうのが人間の本能としてあって、社会を守るために逸脱した個体をどんどん殺していく。ただゲイがいることによって普通の個体やのに殺されてしまう、子供を産める個体やのに殺されてしまうのではなくて、ちょうどそのパーセントだけゲイの個体とかを作ったりすることによって、それ自体が異端となることで、その人たちがいじめられて殺されて社会の鬱憤を晴らすための存在なんじゃないかっていう説もある。もうない、そんな説。でも例えばさ、日本だとブラック差別とかあったやんか。わざと地位の低い人たちを作って社会に対する不満をそっちにぶつけさせるみたいな。でそれのもうバージョン
ジョンっていうこともあり得るんじゃないかっていう説ある。まあ俺はそれを支持してないけど、同性愛者は人間類ができる前には存在してるじゃん、動物の中で。ああ、そうかもね、確かに。私もだって本で読んだことあるけど、地球上に生命体がこうできた時、もうミジンコみたいになった時はもうメスしかいなかったっていう話で、メスでもうそうやってこう増やしていってたらしくて、強い個体が生まれないからオスを作って、そこでこう交わってオスができたみたいな。だから本当は全部メスだったっていう話もあるから、だから同性愛者もいるし、同性愛者っていうかもう元々メスだから、男性同士でも女性同士でもそんなの関係ねえ、一番最初に地球上にできたものとしては普通だって言われてる説もあるから。あとはなんか子供を失った子供を育てる役目だったりもあるかもしれない。預かって育てる役目みたいなのもあるかもしれない。まあ知らんけど、みんな幸せハッピーに来たらええんちゃう。俺はどうでもええけど、地球がどうなろうと人類がどうなろうとどうでもよくて、私さえハッピーに生きれたらそれでいい。そんなに深くこの問題考えたことない。いや本当だよ、やめようもうこれ。大人話しちゃうからこれ絶対困っちゃうし。以上、現場からお送りいたしました。マリアランドさん、ありがとう。ありがとう。あの概要欄とかにリンクも貼っとくんで、ぜひ見てください。ほんでグッドもしてください。お願いします。はい、お疲れさせのりたー。